延長セミファイナル、ライト級3分3ラウンド、延長1ラウンドを行います。青コーナー、レオンファイティングスポーツジム所属、元ラジャダムラム認定、ミニフライ級2位、元 BBTV 同級1位、61キログラム、ロムイーさん、レオン。赤コーナー、ノアスポーツ所属、元ノックアウトライト級王者、61.23キロ、森陽介。さあ第9試合ダブルメインイベント1試合目、ライト級キックルール3分3ラウンド、森井陽介 VS ロム・イーサン・レオン選手。さあこちらの見どころはどういったところでしょうか、細田さん。やっぱりこの藤原祭りというのは藤原敏夫先生の、ね、はい、名前を関してのこのイベントですけども、森井選手は藤原先生の、まあ、特定の弟子ですから、はい、やっぱりそこに大きな、ね、やっぱり結果を残してほしいし、はい、このところ去年負けなしなんですよ。で今年の1月も健太選手の判定勝ちを収めて、もうこのところ都合4連勝、はい、相手がタイ人ですから、それも元ラジャのランカーという、はい、強敵なんだけれど、一時ね壁にぶつかってたみたいなこと言われた時期があるんだけど、うん、それをどうタイ人相手に結果残してくれるか、はい、期待したいと思います。はい、さあ、スタートしました。野本さんはどういったところを頑張ると思いますか。そうですね、森井選手本当は最近本当に調子が良くて、試合見てても、ね、調子悪いね、一時壁に本当にぶつかって調子悪いって言われてたんですけど、その調子も取り戻しつつやってきているので、はい、やっぱこの藤原祭りで、ね、森井陽介負けれない、はい、っていうのはあると思うんで、はい、ね、そこをちょっと見たいなと思います。この辺りもなんかこの、はい、圧っていうのは、はい、本当なんかこう藤原道場譲りというか、うん、はい、いかにもなんか藤原スタイル、はい、でなんかその小林聡であったり、はい、前田久美であったり、はい、でこの森井陽介であったり、はい、金高校というのもいましたし、はい、みんな同じようなこうプレッシャーの圧のかけ方するんですよね。はい、おそらく藤原先生にいいと思ってもらったりとかっていうのがこういうところに出るんでしょうね。結構ボディから、はい、ボディ効いてるって見たんですかね。結構ボディ、ね、集中させてますよね。あ、強烈なキック。なんかね、不思議なこうなんかキックの試合長いことで見てきて、もう、はい、さっき の花岡龍選手がボディをまとめて倒したじゃないですか、はい、そういう試合の次もね、なんかボディで倒れたりすることがあるんですよね、はい、不思議な、なんかこう符号なんだけれど、連鎖していく、連鎖していくというか、はい、攻める展開が続きますね、プレッシャーは。こうでも相手がやっぱりこうなんかカウンター狙ってたりとか、カウンターで縦肘狙ってたりとかちょっと怖いので、はい、そのあたりなんかはちょっと注意をして、今の右なんかも伸びますから、はい、ちょっと注意してほしいなとなりますね。はい、なるほど、詰めていく、はい、相手の右に、おー、今ハイキックはでもこれ本当でしたからね。いいボディですね。ボディが中継と見てるんですね。ロムさんはオランダでこう長いこと修行されてて、こういうなんかコンビネーションでちょっとやっぱオランダっぽいなって感じることありますか。そうですね、これ結構、はい、体感されてるんですけど、はい、パンチからキックっていうのをスムーズに出すっていうメジロスタイルとかっていうのもありますよね。タイ式ではない感じがしますね、はい、日本のメジロジムの スタイルがオランダに伝わって、ね、オランダメジロジムっていう、はい、非常に似通ってたりするんですよね。タイ人は結構やっぱ一発一発強くて、うん、コンビネーションという感じはしないんですけど、森井選手みたいにこう、ね、コンビネーションを持っている選手はタイにはいないので、人間はやっぱ対角線が反応しづらい。そうですね、でも調子いいですね。調子いいですね。さあ、第2弾が始まります。肘打ちがあるんでやっぱ怖いですよね。怖いですね、肘が怖いですね。